自分が使う英語でないものは覚えても意味がないんですよ。量よりも少なくとも自分のゴールに合ってるものだけをですね、徹底してやることが本当に効果的な英語学習だと思います。プレゼンテーションの後の質疑応答するための英語って基本的にはですね、200語ぐらいのフレーズを覚えれば、聞くことさえできれば必ず対応できます。日本の英語学習を抜本的に変えるソフトバンク流のプロジェクトマネジメント手法。聞き取れないはシャドーイングで聞き取れるようになります。必ずなります。時間をちゃんとやれば結果出るっていうのはもうこれ筋トレと一緒なんですよね。英語の能力っていうのはノンネイティブだから絶対に完璧にならないんですよ。もう完璧に絶対ならない。結果を絶対に出す必勝英語学習法。今までの英語学習というのは基本的にはいつまでにどういう英語力がつくかって分かんないでみんな学習を始めてるわけですね。でこれはプロジェクトですから3ヶ月6ヶ月1年後にこうなりたいということを決めてそこから逆算していくというのがですね、一番のポイントですね。今日本のいろんな英語を学習している人たちがなんで本当に話せるようにならないかっていうと、自分が使う英語を学ばないからだというように思っています。で我々は自分自身でどういう教材を自分の決めたゴールに合わせて選べるかということを自分でセルフコーチングする、あとチームで一緒に英語を学ぶ仲間を作ることでグループでコーチングし合う、それで確実に達成していけるようにしていきたいと思っています。英語学習としてこういうことを英語学習法でいいよってことを教えるのではないんですね。学習に通じる根本的な考え方っていうのはプロジェクトであったりコーチングというような考え方、あと第二言語習得論であったりインストラクションデザイン、いろんな背景があります。で通常であればそれはコンサルタントが提供するサービスなんですが、そこを今回理論的にもですね、理解をしてもらって自分自身で自分自身をコーチングしながら自分で自分を導いていけるようにするということです。でメタ学習ができるっていうことは実は英語だけじゃなくてもそれは他のプログラミングであったりもしかすると仕事であったりっていうことにもですね、使えるノウハウが身につくということでですね、自分自身の英語力だけではなくてさらに自分の可能性を開けていくチャンスになるんじゃないかと思ってます。英語コーチングプログラムトライズ主催三木武信。東京大学経済学部卒業後三菱地所を経てソフトバンクに入社、孫正義氏のもと社長室長を務め、2015年グローバルビジネスに必要な英語を話す力を1年間で身につける英語学習プログラムトライズを開始。海外のクラブチームで活躍するサッカー選手森田秀政、練習試合と多忙なスケジュールを極めるアスリートにとってトライズの学習法は最適なプログラムになっている。やっぱピッチ上でこうアクシデントが起こったりとか、あとは今すぐに話さないといけないタイミングってやっぱり選手としてあるので、そういったところで自信を持ってこう間違ってでも自分から話しかけに行くであったり、監督からこう指示を受けるにあたってコミュニケーションを取るだとかっていうのは、本当トライさんにこう勉強を教わり始めてから僕が自信を持って会話できるようになったきっかけになったんじゃないかなと思います。こう勉強ってやっぱ嫌なものだと思うので、僕もそうですし、ストレスに感じることはやっぱりどっかしらのタイミングであるんですけど、ある意味こうゲームのようなこう攻略していくというか、こう人と話せるようになってこう自分がレベルアップしていく感覚っていうのは常にあったので、そこはこういいバランスの中で勉強できたんじゃないかなと思います。一流選手も認めるトライズの英語学習、今回ミキが掲げる講義の大きなポイントはこの2つ。英語学習を行う前の下準備として重要なポイントは以下の3つ。まず初めに行うのはそれぞれに合ったゴールの設定。プロジェクトを進めていくうちで最も大事なことの一つはゴールを明確にするということです。我々第二言語習得理論に基づいてさまざまな研究を行っているんですが、その中で分かっていることは 5W1H でゴールを細かく決めれば決めるほどモチベーションも上がって、そして英語の力がつく速度も速いということが分かっています。で曖昧であれば曖昧であるほどですね、やはり途中で挫折する可能性も高まるし、結果としてスコアも伸びなかったりします。でこれは大人の学習になればなるほどそうなんですね。例えば皆さんビジネスで自分が使う用語であったら英語であっても専門用語でもすぐ覚えられますよね。でそれは自分の人生にとって価値があるからです。
で明快にゴールを決めるとですね、そこで意味がはっきりしてきて、やはり学習の効率がずっと上がってくるということですね。英語って何時間やったら話せるようになるかってはっきり聞いたことがある人っています？公認会計士になるためは何時間勉強しなきゃいけないかとか聞いたことある人いると思うんですよね。大体ですね、何でも標準的な学習時間って大体決まってるはずですよね。それが明らかになってないっていうことは計画立たないですよね。毎日何時間やったらゴールに行くのか全然分かんないと。そうしたまあ英語業界っていうものがまあちょっと不思議な業界だったわけですけど、まあそれを明らかにするっていうことが我々がやってることだったりします。でそのためにはまずゴールを決めるっていうことがやっぱり大事なんですよ。このゴールまで行くにはどのくらいかかるのかと。でこういうものを学問的にですねまとめたのがインストラクショナルデザインです。でインストラクショナルデザインですね、どうやって始まったかっていうと、ノルマンディ上陸作戦で始まったんですよね。で第二次世界大戦でフランスに連合軍が上陸したわけですけど、1日でですね10万人が上陸したんですよ。で支援した船は5000隻、支援した飛行機は1万2000機だったらしいです。でそれが1日でドカーンと動いたと。そこまでのですね準備をやるということがもうすごく大変なわけです。これ今ですね実はウクライナで起きていることも一緒ですよ。ウクライナで今武器はどんどん供給してますけど、何やってるかって訓練してますよね。であれってまさしくこのインストラクションデザインに基づいて本当に能力として発揮できるところまでいかに短期間で育成するかっていうことを追求してるわけですよ。何しろ生き死にかかってるから、例えば英語じゃないですけど、ゆっくり考えたら分かりますとか、紙に書いたら分かりますとかじゃあダメなんですよ。インプットはされてるけど即時にアウトプットできないと死んじゃうわけです、生き死にかかってるから。でそういう能力を育成するために考えられたのがインストラクションデザインですよ。でインストラクションデザインのですね、まあ、3つの要素はですね、1つは学習目標を明快にする、これソフトバンクの3つの要素と一緒だったりしますね。で評価手法を明快にする、中身はまあそれに合わせて学習目標に合わせて考えて、あとは評価に合わせてですね改善を進めていくっていうことです。これ仕事のやり方と全く一緒ですよね。皆さんが日頃やられているソフトバンクの仕事のやり方も一緒ですよ。ゴールから逆算、数値化する、実施する、高速 PDCA を回す、これ一緒ですね。でインストラクションのデザインはですね、まず学習目標を決めて現状を把握して、そこまでどういうふうにつないでいくのかっていうことをですね、まあ、設定していくっていうことをします。でこれトライズだと通常はコンサルタントが考えますけど、まあ、今回は皆さんに自分自身でですね、もちろん我々サポートしますけど考えていただくということになります。で学習目標をですね端的に言うと、どこで誰と何をどうやって何のためにやるかっていうのを明快に記述してほしいんです。でこれが決まれば教材も決まります。例えばプレゼンテーションするために使う英語とか、あとプレゼンテーションの後の質疑応答するための英語って基本的にはですね200ぐらいのフレーズを覚えれば、聞くことさえできれば必ず対応できます。そういう意味ではですね、ゴールをはっきり決めると、まあ、その後の教材選びも学習もすごく明快になるということです。どこで誰と何をどうやってっていうことをですね、まあ、決めてもらう中で分かったことは、この要素が細かく決まってる人ほどですね、スコアの伸びが高かったんですよね。曖昧なゴールを決めてる人はその分スコアが低かったわけです。皆さんにもですね、できるだけ細かくですね、自分の学習のゴールを誰に対してどこでどんな風に何のためにやるのかっていうことをですね、まあ、明快に決めてほしいと思います。今まで英語学習でですね、そこまで決めて多分やってなかったと思います。それに合わせて教材を選んだということもあんまりなかったんじゃないかと思います。でそれをまあ決めるということがですね、実はもう今日で一番大事だし、この6回の中で一番大事です。で、まあ、5W1H でですね、まあ、考えてもらいたいんですね。いつ、これ期限大事ですね。で自分のゴールを決めてほしいです。例えばMBA 取りたいと、 EMBA 取りたいということであれば、いつまでにその願書を出さなきゃいけないかっていうのは調べれば分かるわけです。でどういうシチュエーションでどこで何をどうしてやるのかということをですね、まあ、細かくですねこれを決めてほしいと思うんですね。でこれゴール設定をですね皆さんしてほしいんです。でこれ自分自身だけじゃなくて仲間と共有してほしいんですね。でこういうゴールで自分は決めたいというのをですね、皆さんで共有して話をしていただきたいというように思います。チームで目標を共有し合うこと、ミキは共に成長し合う仲間がいることが英語力の成長につながると語る。これが最初ここから立ち上がって
2020年のパリのメドウオブジェという展示会で弊社のエドキリコのブランド価値デザインをプラスに作品を弊社に興味を持った外国のバイヤービジネスパートナーに英語でプレゼンテーションすることでエドキリコの新しい価値を創造するというふうにしてます。やっぱり強い業界ってピッチだけじゃなくてマーケティングサイドも強くてですね、かなりハードなネゴシエーションがあると思う。とはいえ現場で何をするか分からない現地のスタジアムの関係者にはすごいラフな英語でもスピーディーに対応できるんですよ。ポライトなものとラフなものの両方を身につけてこのプロジェクトや現地を応援したいと思います。ゴールがいくら明快になってても途中のマイルストーンが明快でなければうまくいってるかうまくいってないかがわからないから修正がつかないですよね。でそのために大事なものは尺度です。で尺度はゴールに合った尺度を使うことが大事だったりします。でゴールに合った尺度として我々がおすすめしているのは話せる英語のためであればバーサントというテストをですね進めています。で今までの英語の試験というのはコストが高すぎてそんなに1ヶ月に1回とか受けるのは実績としては難しかったわけです。でそれが今はバーサントで20分で5分後に結果が出るということでもっと短いサイクル1月とか2週間で受けれるようになったということで初めて PDCA サイクルがクイックにですね回せる。だから短期間で成果が上がるということがですね実現できるようになったんですね。まあ、バーサントテストって何なのかっていうとですね日本でもまあ、かなり大企業で今使ってる会社増えてきてますね。で基本的には6つのカテゴリーで10点から90点で採点されて20分で終わって受験後すぐスコア分かります。でバーサントのポイントの一つは瞬時に分かるということですよ。じっくり何回も聞くとか目で見たものに対しての質問を答えるんじゃなくて耳で聞いて本当に答えなきゃいけないっていう英語です。でなんで我々がバーサントテストを推奨してるかっていうとネイティブが言ってることがまず瞬時に全部わかるってことが大事なんですよね。あと発話するまで時間があるとですねこいつ話してるとやっぱり手間がかかるわっていうことでなんか相手したくなくなっちゃうんですよね。でそういう意味では即時に返すってことは極めて大事でバーサントテストの非常にいいところは1回しか絶対言わないものを即時に聞いて即時に返すっていうことをですね測定してるっていうのがですねバーサントテストが非常に実務的な英語力を測る基準としていいというように思ってます。でスコアはですね受けてから5分後にウェブサイトで見れます。点数でですねあなたは GSE で何点ですっていうのが出てそのスコアについての評価でこういうことができますっていうことがですね、まあ、出てくるテストです。分野としてはですね、まあ、文章構文と語彙と流暢さと発音です。これの中の分布というのも結構大事でして、まあ、自分自身の強み弱みが分かって学習方向性もこれで分かります。日本人の場合はだいたい文章構文はすごく良かったり特に語彙が良かったりします。その代わり流暢さがめちゃくちゃ悪くて発音もまあちょっと悪いみたいなのがまあ普通のパターンだったりもします。でどこに集中して学習していったらいいのかっていうのもですね、まあ、これで分かります。このテストの結果なんですけどセファールっていう単位聞いたことある人いますかね。これはヨーロッパでですね基本的にこのレベルの人はこういうことができますってキャンドゥリストが全部決まってるわけです。このキャンドゥリストで、まあ、就職したりする時の基準になったりするわけですけれども、まあ、日本でもだいぶ取り入れられてきてます。でバーサントはセファールに対応してましてだいたいこのレベルの人はこういうことができるっていうことになってます。でざっくり言うとですね英語でプレゼンしてギリ質疑応答できるのが、まあ、43点ぐらいです GSE で。でこれはネイティブから見るとあノンネイティブなんだなと。で手加減して単語単語切って話してあげなきゃいけないなと。で聞くのもなんかちょっとなまってたりとか間違いあるかもしれないんでよく聞いとこうみたいなことで相手に配慮してもらってやっていけるレベルが43です。これを超えてる人はもう一段上を目指すっていうのもあります。ハイスコアで本当にアメリカの本社に転籍したい人っていうような人はもう配慮をしてもらわない人でそれは GSE で58点です。で59点ぐらいですかね。もうかなり高い。でこれをまあ達成できるかどうかっていうと実は結構このバーサントのスコアで43点ぐらいある人は3ヶ月か6ヶ月あればちゃんとうちの学習法でやれば必ず58点いけると思います。ほとんどの人がいきます。でそういう意味ではですね実はこの43点ぐらいのところっていうところまでいけるかどうかっていうことが大きなまあ分かれ目だというように我々は思ってます。だからそういう意味では
今回バーさんと受けていただいて43点ない人はまず43点に GSE に行くことをですね、まあ、目指してほしいと思います。で43点以上ある人は次の目安は58点です。58点あればネイティブが言ってることがほぼ全部聞き取れて即時に返せるというようなレベルということになります。はい。で日本のですね平均はどうなのかっていうと、まあ、かなり厳しいんですよね。この GSE59 点の人っていうのはバーさんと受ける人の中でももう1割弱しかいないです。もう本当に少ない。まあ、TOEIC のスコアでいうともう900後半でも、まあ、59いくかどうかちょっと分かんないっていうレベルだったりもします。でかなりハイレベルですね。大体の人はですね、まあ、大体こうフレーズで話すだけの人っていう入門レベルが29なんですけど、まあ、そういう人も1割ぐらいいて、まあ、あとはなんとなくギリギリ会話に参加できるっていう人がですね、まあ、ほとんどですね。 GSE 30から42が5割ぐらいという状況です。でこれ皆さんがどこに入るかは早速受けていただいてそれでちょっと判断してほしいなというように思います。